ございます。ケーベックです。皆様、動物と触れ合ってますか？動物と触れ合うことでストレスが軽減されることが科学的に実証されているそうです。今回は一方的にアニマルセラピーをしてもらいに、神奈川県随一の広さを誇る服部牧場に行ってみようと思います。そんな壮大じゃねえよ。服部牧場は神奈川県愛川町にある牧場です。牛、馬、ヤギなど10種類以上の動物たちが飼育されています。触れ合いや体験、アイスやソーセージの販売、駐車場はとても広く、入園料は無料となってございます。まあ、ただね、一つ問題があって、僕ね、動物が苦手なんですよ。まず根底にあるのが恐怖。動物って基本何してくるか分かんないじゃないですか。突然体当たりしてきたり、突然噛みついたり、全くね、行動が読めないんですよね。なので僕は基本的には動物には触れません。モルモット、ウサギから猫、ヤギ、馬、牛、基本的にはどれも触れません。特にね、モルモット系、あいつらは動きが読めなさすぎるし、かつね、前歯がちょっと鋭利すぎる。あれ平気で人の指食いちぎろうとするでしょう。あれは危険だよね。まあ、ただ子供ができてからというもの、どうしてもね、そういうところに行かざるを得ないんですよ。どうしても子供って動物好きじゃないですか。そうなるとね、動物の触れ合いゾーンとかに一歩でも足を踏み入れますと、子供がね、言うんですよ。パパも触って一緒に触ろうって。そうなるとね、僕としては基本触れませんから、おいやめろ、俺は触れないんだつってね、大人げなく断るんですけど、まあね、そうなると子供ががっかりするんでね、ちょっとね、今日は動物さんたちの力を借りまして、触れるようになりたい。なので今回の目標は、動物さんたちに触ってお友達になる。ケーベックさんの目にはモルモットが虎に見えるくらいの恐怖なので、今回は一大決心なのです。さあ、もう間もなくの到着ですね。いやー、触れるかな、不安だな、本当に怖いんだよな。到着。さあ、なんとか無事に到着いたしました。見てください、このどんよりとした雲に雄大な自然。そして振り向けば、どうもな牛たち。でけえ。めっちゃこっち見てる。いやー、大きな牛さんたちですね。乳牛ですかね。怖え。びっくりした。めっちゃ動いた。おう。目の前の子が急に泣いたのでびっくりしてしまいました。いやー、葉っぱを食べているのでしょうか。いやー、ちょっと怖えな。おう。急に頭をブルブルとしましたね。今のところ全く触れ合えてございません。やっぱり無理だ。ソフトクリームを買ってみましたよ。もう早速溶け始めてますね。急ぎ食べましょう。うん、うまい。動物が苦手でもソフトクリームやホットドッグ食べたり、バーベキューができたりするので、とても良いところですよ。ちょっとね、このままだと娘に怒られそうなんで、ちょっとアリバイ作りのために動物触ってみようと思います。おお、よしよし、おお、かわいいね。おお、よしよし。いやー、友達だ。君とは友達だ。
さあこんなもんでいいでしょう。さあじゃあ帰りますか。いやー、服部牧場素敵なところでしたね。バーベキューもねできるみたいで、実際ねバーベキューやってるねご家族連れの方いらっしゃいましたよ。めちゃくちゃいい匂いだったね。あれたまらんね。いやー、残念ながら今回も一度も動物と触れ合えることができませんでしたね。やっぱりね怖い。急に動いたり急に泣いたりされるとね、もう心くじかれるね。もう無理だわ。まあまたね、次の機会にいたしましょう。さあ今から帰るんですが、またしても雨が降ってまいりましたよ。この頃ね毎回雨降るよね。出かけるたびに雨降るわ。梅雨でもねえくせにさ。まあね、もう8月下旬とはいえ暦の上では秋でございますからね。秋雨とでも言いましょうか。この頃は出かけるたびに雨、そんなチャンネルになってございます。まあね、雨なんで気をつけて帰りましょう。このチャンネルではこういったバイク動画、他にもいろんな動画アップしてますんで、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。